はい、こんばんは。格闘ゲーマーの黒人と申します。よろしくお願いします。本日は沖縄から、沖縄のホテルですね、配信しております。軽く配信をしようかなと。お、これ映るな。これで映りますかね。映りますね。 OK、 よし。何しに、仕事です。ちょっとね、ホテル部屋がね結構いいんで、部屋を見ましょうか。お見せします。入りまして、まあ風呂ですね、風呂でございます。A ホテル、まあ僕シャワー使ってません。あのあれがあるんで、大浴場があるんで大浴場使ってます。なんかね、ええ感じの、ええ感じっすわ。で、鏡がありまして、ちょっとね、金持ちのバスローブありますね。で、なぜか暑いんです。一人用なんですが、なぜか暑いんです。とまあね、こういう感じのホテルで、外はですね、外はまあそれ海なんですけど、オーシャンビューなんですけど、あれなんですよ、ちょっとね、漁港なんですよ、これ漁港なんで、海は見えるんですけど漁港なので、ちょっとまあそんな綺麗ではないっていう感じですかね。で、なんかここがね、漁港になってて、そのフェリーとか来るんですよ。こう今ね、フェリーが来てます。こうやってやれば、お、いいじゃないですか。お、いいじゃないですか。お、いいじゃないですか。いいじゃないですかね。ちょっとアンニュイな、あ、久々の探し手です。久々の探し手、あ、いいですね、いいですね。肌の調子は、これ美肌効果を使ってるんですけど、綺麗です。で、その昨日さ、ウェーブ行ったの、ザ・ウェーブ。ザ・ウェーブの沖縄の e スポーツチームなんだけど、そこでちょっとまあサードやらせてもらって、昨日写真貼ったじゃん。あれで、そのザ・ウェーブにいる人が、女性が一人いたので、俺ザ・ウェーブの人が、あの、せっかくだからって送って、ホテルまで送りますって言って送ってくれたの。その時にその女の子もなんか沖縄の人だからって言って、あの、その女の子を送るついでにいいですみたいな、那覇市かな、分かんないけど。そしたらその女の子が俺のこと知ってた。格ゲーマー人狼見てます、オジリーグマジ見てますとか言って、あの、女の視聴者いた。やっぱりあれはさすが嘘じゃないと思う。女の視聴者ね、いた。皆さん、すいませんね。女の、しかも可愛らしいね。可愛らしい、もう、ガリッガリの女の子ですよ。めっちゃ可愛かったけど、まあ、マスクしてたんで、ちょっと、あんまりは見えなかったんですけど。いや、いました、マジで。いるんで、捨てたもんじゃないなと。だから、ちょっとこの17ライブ感はずっと出していきますから、ええ。女の視聴者がいるんだったら、俺も17配信、17感は出していきます。はい。もちろん、ミルダムでやりますけど。金箔公式に国のミルダム貼られてるから、うっかり踏んだらこの放送を見る。そうだよな、ごめん金箔のファン、ごめん金箔のファン、ごめん。っていうか、金箔の公式事務所大丈夫？その公式でさ、つぶやいたりしちゃダメでしょ。その日だけちょっとそのね、歌さん、歌広場純さんお借りします的な感じなの、こっちからすると。そんな、あっちからさ、これ出ますみたいなこと言われると、ちょっと大丈夫っすか。ちょっとみんな本当助けてね。なんかあったら、その金箔のファンとか来るから、いっぱい、その後ちゃんと言ってね、みんな。いや、これは本当に仲のいい人だから大丈夫ですよ。そのトド、このトドって結構いいやつで、寝てるけど、寝ながら喋ったけど、偉そうに喋ったけど、実はいいやつで、歌さんとかね、あとすごい人なんだよって、ちょっとうまいこと言っといてよ。ほんと危ないから、ほんと危ないからね。まあでも歌さんもね、これから頑張るんでね。まあ11日に帰るんですよ。俺明日帰るんで、明日の夜着くんですけど、明日の夜配信するんで、ストリートファイター5やりたいんでね。あの、なんだったら歌さん呼んでやるかな。また歌さん、まあ、まあ、わからん、空いてたらだけど、1週間前まだ対戦 OK なんで、それまでにね、ちょっと1回ぐらいやっとかないと。よく事務所 OK 出した。ほんとだよな、マジで断るよなじゃあこっちも言ったよ、歌さん出てとか、みんな言ったじゃん。
出さん本人もさ、いや出たいとかさ、そのうちのハメ子を可愛がってくれたなみたいな感じだったじゃん。それは一応こっちもさ、形オファーするじゃん、どうせ断るんだろうなみたいな。断れよな。オーケーしてくれちゃったから、もうそれは本当ですか、いいんですかみたいな。じゃあお願いしますって感じなんだけど、すいません本当にって言って、じゃあ本当感謝してね、みんな。俺じゃないよ、歌さんに感謝してね。歌さんと歌さんの事務所、本当歌さん来たらもう気持ちよくしてあげてくれ、コメントでな。俺じゃない、俺は別に感謝する必要ない。俺には歌さんに感謝しろ。てかまあ俺ちょっとさ強すぎちゃって、もう練習やめようかなと思ってんだね。強すぎちゃって困るのんだから今どうしよう。本当かわいそうになってくるよな、ここまで差ができると。歌昼間もだいぶ強くない だいぶ強いだって、だもちろん認めたからよ。だいぶ強くなかったら俺もダメって言ってたから。だいぶ強いからもう全然出れるんだけど、出れるんですけど腕的にね、俺はいいよっていう感じでね。ほんと歌さんは俺はいいけど そっちいいのっていう、大丈夫っていう、知ら負けたら俺煽るかんねっていう、そんな言うよ俺っていうと、そういうとこだよっていうね。ズタズタにされる、そう歌ガール大丈夫っていうさ、知らんよっていう、俺はもう歌ガールにどんだけ切られようと関係ねえからね、ガンガンいくかんねっていう、うん、やっぱ第3回からねちょっと真剣に、あのカプコンさんの承認もいただきましたから、はい、カプコンさんの承認もいただきましたので、今回は公認公式放送になります。公式放送、公認放送か、公認大会です。はい、カプコンの公認もらえると何か変わる。まあでもすごくないですか、カプコンさんも認めたってことなんで、あの戦い、あの煽り合いをもうだ気兼ねなく言っていいってことですよ。気兼ねなくもうボロクソ叩けるってことですよ、石井とかね、 R を何言ってもいいってことだ。もうカプコンさんがねついてくれたんだよ、バックにケツ持ちにカプコンついてるんだよ、カプコンいるんだよ、うちケツ持ちに何でもいきますというか、まあ第2回第1回も見てくれてて、実はあの僕は内々でやってたんですけど、あの第3回からはちょっとさすがにちょっとご報告した方がいいなということでさせていただいたら、もうあのもちろんあの2つ返事でね、あの OK してくれましたので、明らかに今もう僕らは楽しんでやってるし、それが分かってくれたということで。だって別にね、カプコンさんのゲームがつまらんとかそういうこと言ってるわけじゃなく、別にその喧嘩の道具にしてるわけでもなく、楽しんで一生懸命ね、その 2,3 ヶ月頑張って練習して、披露の場なんでね、まあその CPT だけじゃなくても、まあみんな楽しめるよ、みんな盛り上がれるよっていうところをまあ見せたいなと思いますんでね、まあ十分それが見せてこれた大会だし、第3回も見せれるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ皆さんねご視聴ください。楽しい大会になりますよ。川野みたいな化粧してる格好やめる、やめる、いいだろう、肌汚えんだこっちは。アトピーでも治るな、これでな、この加工があれば綺麗だろう、紫じゃねえもんな、いいなこれ、こんな吹いてないです。昨日アトピーがトレンドしてた、あの河野太郎のおかげでね、河野太郎のせいでなんか俺のアトピー、 俺がやってきた行動を河野太郎はやっぱいいよなみたいな感じになってて、俺がやってんのによっていう、ふざけんなっていう、もっと前から同じことやってんのに、俺は体張ってんのにさ、そうパクられてんだよ。